Thank you.
出発だ。お願いします。強敵か、面白え。強敵か、面白え。出発だ。お願いします。逃がさない。よし、ファイヤー。崩れた。
行くぞ行くぞ、俺の番だな。はっ、今だ。追撃します。これで終わりだ。行きます行きます。行くぞ。そこだ。行くだけ。よーし、行くぜ。はっ、行くぞ。はっ、行きます。うん、行くわよ。行くぜ。行くぞ。はっ、そこだ。行くだけ。そこだ。油断大敵ってな。チャンスだ。
はい。崩れた。もらった。行くぞ。うなれ。今だ。もらった。行くぞ。行くぞ。はっ。崩れた。もらった。行くぞ。俺の番だな。俺の番だな。さあ、派手に踊るとしようや。おねんねするにはまだ早いぜ。いい夢は見られたかよ。俺の番だな。いいぜ。行ける。俺の番だな。神道滅却、我が太刀は無。見えた。もう終わりかよ。
任せなさいっての。どう？任せろや。強敵発見、警戒してください。教官、特務活動はどうなっている？入ってんぞ。お、もういいのが入ってんぞ。もっと買っていいのが入ってんぞ。
りか。そんじゃ始めんぞ。
お疲れ様、新たに。確かに、では。さて、飛ばすぜ。ああ、強そうな敵、厄介ね。さて、飛ばすぜ。ああ
み。おお、お前さんは。いや、見違えたぞ。もう1年半ぶりになるのか。まあ散々雑誌などで顔は見ていたんじゃが、えらくたくましくなったというか。こりゃアリサが浮かれるのも。おはん、おじいさま。その通り。鬼娘に追い落とされたラインフォルトの前会長というわけじゃ。ま、お前さんたちにとってはシュミットの腐れ縁といった方がしっくりくるかの。おお、しかし新七組じゃったか。2年前の七組に負けず劣らず、可愛い子ちゃんばっかりじゃの。ピンク髪の子はナイスバデーじゃし、金髪の子はお人形さんみたいじゃし、ミント髪の子はまた小悪魔チックでいいの。おじいさま。チャオ、新七組の諸君。先日ぶりか。これも女神の導きだろう。
いや、今行く。そっちも仕事中みたいだね。何か困ってたみたいだけど大丈夫？
ちの状況はどうだ？
おっと、お客さんか。よ、リン。新七の連中も一緒か。ご無沙汰しています、皆さん。お疲れ様です、リーン教官。
お待たせしました。カレルリ級行き特別列車が発車します。このバイオリンって…
Thank you.
シュバルツァ、続報だ。先ほど新たに共和国部隊と交戦したが、まんまと取り逃してしまってな。うむ、それがあからさまに異常をきたしている様子でな。一言も喋らず、化け物じみた速度で襲いかかってきた。少々本気を出したがしのがれ、しかも目の前で消えてしまった。いや、地形的に隠し通路がある気配もない。赤い光に包まれたかと思ったら、気配ごと完全に消え失せた。こちらランディ、こっちでも動きがあったぜ。同じく様子がおかしい連中と遭遇。恐ろしいほどの速度とパワーだった。こっちも目の前で消えやがったぞ。仕掛けを動かしたような気配もね。こちらは引き続き探索を続ける。シュバルツァ、念のためお仲間とも相談してみるがいい。こっちも続行する。くれぐれも気をつけろよ。リンさん、よかった。ちょうど連絡しようとしてたんです。そうでしたか。おそらく、その隊員の方々は眷属化していると思います。だから正確にはノクトファミリアね。200年前にテートに現れた連中は人の数倍の力を持ち、霊的な道を自在に行き来したそうよ。そして力ある人間たちを次々と取り込んで仲間にする。ええ、実は霊脈の本流の中心がつかめたんですが、テートの北西のあたりから渦のように発生しているようです。話は聞かせてもらった。例の揺らぎだが、同じくテートの北西のようだ。ゼオによると坂の上にある高台の大きな建物らしい。心当たりがあるんだね。僕たちもすぐに向かうから。こちらも移動を開始した。皆にも伝えるゆえ、どうか先駆けはよろしく頼む。教官、グズグズしてる暇はねえぞ。目的地は。ああ、ライカ地区の帝国博物館だ。総員、万全の準備を。整い次第ライカ地区へ向かう。一応デパートや工房なども利用できそうですね。とにかく急がなくっちゃ。街の様子に変わったところはありませんが。ああ、だが妙な感覚がある。博物館へ向かうぞ。
俺の番だな。異常すぎる。憲兵隊か。場合によったらヘイムダル大聖堂にでも。やはり尋常ならざる事態が起きつつあるようだな。距離的には厳しいが、霊脈が凄まじく活性化している。精霊の道が開けないか、なんとか探ってみるとしよう。お主のマナは掴んだ。電話で連絡する。Thank you.
気、洒落性空気だぜ。うん、正直ゾッとしないけど。この気配はまさか。完全に変異しているようだな。おそらくあの門と赤いプレロマ層によって。あの門、遺跡島に現れたものとちょっと似ていますね。ああ、妖霊窟だったか。知性と呼ばれる人たちが帝国各地で築いたという。ああ、ひょっとしたら。アッシュ、なんだか知らねえが、どうせこの花が悪さしてんだろう。だったらとっとと根こそぎやっちまおうぜ。で、ちょっと。いきなりすぎるだろう。いや、これで効果があるなら。んだと？復活した。いえ、膨大な魔力で次々と生えているみたいです。そんなのキリが。巨漢、みんな ハーキュリーズ隊員。おいおい、ヤバくねえか。ええ、まるで無遊病みたいな。エマさんたちが言っていた眷属家か。総員、迎撃よい。来る。これは情熱的なお相手ですね。壊せ、スレッジハンマー。逃がさない。崩れた。遅い。行くぞ。見ろ、早くさせるか。僕の番だな。
行くぞ。崩れた。いただけ。はい。響き。行きますね。やっ。俺の番だな。負けられない。みんなのためにも。よし、掴んだ。これは人の筋力と速度じゃないぞ。昨日だって手強かったのに。しかも完全に意志を失っている。去れ。てめえ。クラウソラス。何これ、一体何なのよ。まるで生ける屍のような。エイヤー、丹田に力を入れろ。所詮は操り人形、君たちがこれまで得てきたものを思い出せ。あ、クソが。言われなくても。合格じゃ。君は。こやつらを封じるには少々コツがあってな。気と肉体の接続を一時的に断つ必要がある。リーン・シュバルツ、そして新七組とやら、事態は主たちの想像より数段厳しいものと知れ、これなるは神女の入り口。900年前帝都を滅ぼした最悪が目覚めつつある場所ぞ。それって暗黒竜、伝説に語り継がれる。滅びていなかった、そういうことなのか。いや、800年前に滅びた。ヘクトル帝都は赤によってな。だが先にコーマ城が現れ、かの者たちが動き出した今、呪われしこの地に力が満ち、かの竜が受肉したのじゃ。再び帝都を飲み込みかねぬ史上最悪の幻獣となって。ざけんじゃねえ。昔ならいざ知らず現代の帝都を滅ぼせるはずは。かの竜は人の魂を鎖につなぐ眷属を増やしていけるのじゃ。200年前は残されし正気に当てられて眷属化した者たちが騒ぎを起こした程度で済んだが、万が一膨大な数の帝都民に疫病のごとく広まればいかにする。霊的なパンデミック。冗談じゃないわよ。一応それを渡しておく。わらわはわらわの使命を果たす。古の盟約もあるからな。
主たちは好きにするがいい。もうじきエマたちも来るじゃろ。あ、やっぱりエマさんたちの。待ってくれ。いい加減名前を教えてくれないか。できればあなたの口から聞きたい。そうじゃの。ヘクセンブリードがオサ、ローゼリア・ミルスティンじゃ。エマの祖母にしてセリーヌの作り手、ビータの師でもある。ロゼと呼んでもよいぞ。ではな。何の冗談だ。エマさんの祖母、さすがにありえなさすぎでは。ああ、血はつながっていないらしいが、いずれにせよテートに危機が迫っているのは間違いないだろう。はい、リー、みんな。なんという正気だ。まるで1年半前のコマ城みたいな。そこにいるのは共和国の患者たちか。で、その札って一体何があったの。ええ、なんということだ。眷属か。それがテート全体に広がるっていうの。まずいかも。パニックどころじゃないよ。ええ、これだけ人口が多いとすぐ避難させるのも不可能だわ。エマのおばあちゃんが先行して入ったんだよね。ああ、彼女が魔女の王者だな。はい、その通りです。眷属化については昔からこだわりがあったみたいですが。自分一人で片付けるつもりだったみたいだけど気が変わったのかもね。その符を渡したってことは。これってどういうものなんですか。眷属封じの符。200年前の事件を教訓に編み出した符だと聞いています。おそらく効果は絶大でしょう。逆に言えばその門の先には眷属化した他の隊員もいるわけか。ああ、それもかなりの規模かもしれない。そうね、地下の総統から消えた連中のことを考えると。他にも恐るべき魔物が待ち受けている気配がするな。ええ、間違いないわね。暗黒竜の神女、コーマ城以上の七と思いなさい。だが、それがどうしたって感じだな。ええ、コーマ城以上といっても私たちもあれからさらに成長したわ。うん、心も体も。魔道場の練習も欠かしてないし。前回が250年前の再現とすれば、今回は800年前の再現か。ヘイムダル、因果な町だが僕にとっては生まれ育った故郷だ。七組として、炎の守り手として、気まぐれな祖母を手伝うためにも。崩れつつあるノブレス・オブリージュ、今こそ果たさせてもらおう。ま、民間人の安全優先は遊撃士の基本の基本だし。七組として、帝国の隣人として、その他の全てを込めて戦おう。僕も今回ばかりは情報局も後手に回ってるみたいだし。うん、本当にあんたたちは。当然私たちも見過ごせません。七組で得たものと支援家の魂、
合わせて証明するためにも。僕にとっても故郷の一つ、ヴァンダールの剣にかけても。私も七組としての意義、今こそ見出せそうな気がします。先輩や姫様や教官のためにも、私自身の道を占うためにも。はっ、そろそろあんたらとの差埋めさせてもらおうじゃねえか。ああ、今こそ新旧の区別はなしだ。行こう、セリーヌもフォローを頼む。ええ。これが暗黒竜の神樹か。100年前のヘイムダルを使徒と化した幻獣の入り口が3つ見えるわね。ええ、おそらく霊的に連動している回廊だと思います。800年前のヘクトル帝も手勢を3つに分けたみたいね。なるほど、先の海上要塞のようなものか。厄介そうな仕掛けもありそう。時が惜しい、攻略を始めよう。この状況で戒厳令が発令されたら事態は混迷を極めかねない。眷属から被害ですら共和国によるテロとして処理される可能性もあるだろう。そんなだが十分考えられる事態だぞ。うん、クレアやレクターたちの流儀からは外れてるだろうけど。オズボーン宰相と兄上ならばか。面白くなってきたじゃねえか。絶対に食い止めよう、父さんの師団が投入される前に。ああ、七組の全てをぶつけるぞ。新旧七組、能力や連携も考え、三チームの戦力を均等に分けたい。みんな意見を聞かせてくれ。状況を開始する。これより七組総員、暗黒竜の神樹の攻略を始める。表と裏の連動を何とか回避するためにも、これまで共に培ってきた全てを合わせて挑むとしよう。女神の加護、総員全力を尽くしてくれ。
始めましょうか。我らトールズの名にかけて。声優劇師フィークラウゼル、行くよ。900年前の最悪、何としても払いましょう。行きましょう、クラウソラス。行くぞ、トールズ士官学院7組。さあ行くとしようか。